カゴマラソン頑張りますんで、応援よろしくお願いします。概要欄ぜひ見てください。ありがとうございます。あーしんどい。どうも、コウトくんです。シカゴマラソンへの道ということで、本日合宿2日目なんですけれども、今日は黒缶で30キロキロ4で走りたいと思います。まあ一応ですね、まあ、15キロを2セットみたいな形でキロ4キロ4で、走りたいと思います。で、今日はこの黒缶コースを使って足作りですね。はい、ペース上げるっていうよりも長く走るっていうのでやるんですけれども、今日はですね、なんと午後は午後でまた距離走があるので、まあ1日で結構な距離を今日は頑張って走ろうかなという感じです。で、今日のシューズはこちら、ハイペリオンブルックスの新しいシューズですね。まあ本当万能シューズなんですけど、まあ、そちらを履いて今日は黒缶頑張りたいと思います。で、やっぱり黒缶ですね、まあ、特に厚底とか今レース履かれる方多いと思うんですけど、足作りにはめちゃくちゃ最適なので、まあ、適度なアップダウンもあるので、そこで鍛えていきたいと思います。よし、頑張りそう。それでは頑張っていきましょう。レッツリバティー。アキレス腱痛いな、痛いな、気のせいか。よし、頑張ろう。シカゴ、シカゴ、ハロー、ハローエブラン、アイムヒビキコワダ、アイムフロムジャパン、I'm running YouTuber、ソイソース、ケチャップ、マスタード、very delicious。 Japan is very exciting。 Running is peace。 Let's go! よろしいですか。まあ、アキレス腱がねちょっと際どいですけど、まあやるしかないっすよね。テーピングするとまだマシな気がする。ここが今標高1500ぐらい、まあまあ高いところに来てますね。すごい大自然、めちゃくちゃ気持ちいいですね。もう空との距離が近い。気づいてね。Thank you.
んどい。しんどいっすね。普通に。えぐいなこれ。体感トラックの3分45ぐらいじゃない。確かに。これでまだ半分。ああ、しんどい。どうですか、エース。普通。お疲れ様です。お疲れ様です。なんとか引っ張り切れました。さすがエースですね。いや、小和田君と引っ張り合いじゃなかったら、だいぶ厳しかったですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い。いや、暑すぎる。結構ね、本当はだから今日の練習を30キロ一気に行きたいところを、まあ暑さとかね、このコースもあって半分半分にしてるんで、まあ、皆さんもね、距離走暑い時期は15、15とか10キロ、10キロにしてもいいんじゃないでしょうか。ちょっと、まあ、でもシューズがね、めちゃくちゃ走りやすくて、ハイペリオン、やっぱね、安心感がすごい。このね、ドロップ差がほぼないんですけど、ここね、つま先とかかとのドロップ差がほぼなくて、でしかも面積広い、こういうやつなんで、本当に黒缶の安定感はすごいですね。まあ、ただね、やっぱ癖ないんでめっちゃ走りやすいんですけど、後半できつくなってからやっぱ厚底の方がね跳ねれるんで、これは結構自分の足で走るんで感覚はすごいつかめるんですけど、その分しんどいですね。やっぱちょっと後半は厚底投入で本気で2セット目頑張りたいと思います。きつい。やられたー。完全にノックアウトー。
しんどー。これがシカゴマラソンか。ありがとうございました。